こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画は色彩カラーについてのお話第4弾ということでお届けしたいと思っています。これまでの簡単な復習をしますと、まずはメンズファッションにおけるベーシックカラーと呼ばれるようなネイビーですとかグレー、ブラック、ホワイト、ブルー、このあたりの基本的な色を使えるようになりましょうというお話をしました。その次のステップとしてベージュですとかカーキブラウンのようなちょっとですね、やぼったさを感じるような色をあえて使えるようになりましょうというお話をしました。そしてその次のですね、3ステップ目、今回お話ししたいテーマなんですが、ここは正直ですね、誰もが取り入れるべきものではなくてですね、ファッションが好きな方だとか、ファッションでこう自分らしさを出したいという方にはお勧めできる項目なのかなと思っています。ステップ3ではアクセントカラーを使えるようになると良いかなと思っています。具体的には赤ですとかオレンジですとかロイヤルブルーのような少し華やかな色ですね、こういったものを着こなしの中に1点だけでも加えることができるとかなり自分らしい表現ができるようになるのかなと思っています。例えばどんなアイテムで取り入れればいいのかと言いますと、ニットがおすすめですね。僕も今着ていますが、こういったニットで赤だったりオレンジだったりロイヤルブルーを取り入れてみるとバランスが良いのかなと思っています。というのもボトムスになかなかそういった色を取り入れるのは難しいかなと思うんですね。上半身のニットであればそのままで着てもいいですし、上にコートですね、ネイビーですとかブラックのステンカラーコートですとかチェスターコートを羽織ってしまえば割とニットの見える範囲が抑えられるので意外とバランスが取りやすいんですね。ですのでアクセントカラーを取り入れるときには丸首のニットに使ってみるといいのかなというところをぜひ覚えていただければなと思っています。他にはどんなアクセントカラーがあるかと言いますと、僕が着ているようなミントグリーンですとか淡いピンクですとか淡い紫のようなものがあるんですね。このような淡いカラーを使えるようになるとおしゃれに見せることができるのかなと思っています。特に春にですね、こういったミントグリーンですとか淡いピンクのニットなんかを取り入れると一気に華やかな雰囲気というかおしゃれに見せることができるかなと思っています。僕自身も赤だとかオレンジっていう色はなかなかハードルが高くてまだ使えていないんですが、割とですね、こういったミントグリーンですとか薄いピンクですとかそういった淡い色に関しては取り入れやすいかなと思っています。まず気軽にアクセントカラーを取り入れたいという方はこのような淡い色調のものから選んでみるといいのかなと思っています。まあ、このようなですね、アクセントカラーというのは割と若い頃はなかなか似合いづらいものなんですが、年を重ねた段階で割とそういったものが似合いやすくなってくるんですね。30代後半、40代、50代、年齢が上がってくるごとに華やかな色というのはかえってバランスが取りやすくなるかなと思いますので、皆さんも今のうちから少しずつトライしてみると良いかなと思っています。まずはユニクロですとか GU ですとか、まずはこういった手軽な価格のお店でこういったアクセントカラーというものを取り入れてみると良いかなと思っています。ぜひ皆さんもトライをしてみてください。ということで色彩について全部で4本動画をご紹介しました。まずはベーシックなものを選んで少しやぼったいカラーを取り入れて、そしてアクセントカラーを取り入れてみる、ここまで押さえておけば色彩の知識としては十分なのかなと思っています。この先にですね、パーソナルカラーですとか自分自身にはどんな色が合うのかっていうところまで掘り下げていけると、さらに色彩についての知識が深掘りできるのかなと思いますので、そちらも頭の片隅に置いていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。